30分も経ってないので、これで仲良くなっちゃいいな。はい、この企画を通してみんな仲良くなりましょう。はい、そんなそこまで喋ってない中でやるのが手錠鬼ごっこなんで僕たちの楽しくなっていく様子も楽しんでください。はい、2パートあります、こちらの鬼ごっこなんです。2パート、まずは鬼決め鬼ごっこっていうのが、女の子は男の子から逃げてください。男の子は1分後に女の子を探します。この中で、はいはい、タッチされたら手錠をつないでここまで戻ってきてください。で、一番最初に捕まってしまった女の子にはみんなが帰ってくるまできついお仕置きがあります。え、逆に一番最後に戻ってきた男性はなんかちょっと鬼のカツラをかぶらないというか、この最後に戻ってきたペアが鬼となります。だから、女性はですね、はい、なるべく捕まらずに逃げて、男性は逆になるべく早く捕まえた方がいいという、そういうルールですね。はいはいはい、OK ですか。はい、はい、ということで、はい、早速やっていきまーしょう。よーい、スタート。ちょっとみんなこっち行ってるんですよ。こっち行きます。かわいいやつベッドの下とかダメ。にくいかも。どうですか。いや、めっちゃいい感じ。バレないかも、バレないから。待って、どうしよう、どうしよう。スタート。直線。七丸以外がいいんですよ。そうな、いつもの絵になるからな。そうそう、いつもの絵になると困るから。サナマルやから。サナマルやから。違います。ということで繋がりました。すごい背景となんか、ね、イチャイチャ感がすごい。もういい、もうずっとサナマルやから。もうね、やだ。今日青春会よかったんです。いや、俺も青春ね。罰ゲームということです。学校の放課後という設定でペアの男子に告白。うわあ、こんにちは。ごめんな、見とってもらっていい。いやだ、しっかり見とこ。やだ、ゼリシューがよかった。ゼリシューがよかったのに。タコくん、お待たせ。あ、ごめんね、急に。うん、呼び出して。全然。どうしたの、そんな荷物いっぱい持って。あのね、これ、はい。え、何？365日、ずっとあなたのことが好きでした。全部、毎日のラブレターが詰まってます。付き合ってください。いや、毎日ちゃんと渡して。なんでまとめてやる。このルール説明をしたいと思います。はい、はい、まず鬼になってるこの頭の人がもし俺をタッチした場合はペアが変わります。変わります。変わりまして、これがみなつちゃんになって、うん、タッチしたから、次はこれが女の子の新しくできたペア側に行くと、うん、ということはつまりこれをかぶっちゃうと鬼連続で2回しないといけない。やばい。オッケー。やばいね。やばいのよ。で、まあもしこれでさなまるがタッチしたとする。じゃあまずもう一回ペア変わってみて。入れ替わって、こうなって、じゃあ次セリシュンがこういう感じ。なるほど。っていう繰り返しっていう。ああ、繰り返しだね。すごい配列やけど。こういう感じのルール説明に、はい、制限時間が15分となってるんで、はい、これで最後にこれをつけてる人がきついお仕置きがあります。うわー、チーム戦
個人戦やし、どっちも。で、1個だけ掟がありまして、はい、この手錠が実はちょっと壊れやすくなってるから、はい、申し訳がないんやけど、手を繋いでほしいと、はい、ということで、早速制限時間15分ということで、やっていきましょう。よーい、スタート。よっしゃー、した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 。ヤス君とミナスちゃんがあっち行ったって思った瞬間に当てよう。2、1。よし、大丈夫大丈夫、髪伸びたな俺な。この状況で言う、隠れるよね。なんかいる、なんかいる。やばい、やばい、やばいじゃんこれ。よし、早くつけろ、カプラだ。10秒後くらいに。オッケーです。かぶそう。俺ら最終的に同じペンなの。頑張って。頑張ろうな。いくよ、よーい、スタート。いや、なんかね、こっちじゃない？あ、いないわ。いや、これ絶対無理やろ。やば。ヤス君といっぱい喋った。いっぱい喋りました。優しかった。優しかった。そしてや。お兄ちゃんみたい。お兄ちゃんみたいだった。お兄ちゃんみたい。今日お兄ちゃんに囲まれてる。確かに。練習たちはどこにいるんだ。まあ、とりあえず見つけた人からね、ガンガン行こう。いないよね、普通に。こういうのって、捕まったところの近いところとかに隠れがちだったりするんですよ。まさかね、まさかね、まさかね、まさかね。違うとこ行ったらどっか行ってもいいよ。できたら捕まえるわけ。あいつらどういうことや。ちょっと頭を壊してる。行こう。さっき逃げられちゃったんだよ。セパレートでそこ。はい、完璧。よし、完璧。うわ、かわいい。あ、ここでした。めっちゃ似合ってる。嬉しくない？嬉しくないだから。捕まってなちょっと。はい。なんで？もうすぐやろ。そうだね。そんなだってさ、早く捕まえなさ。確かに。鬼がさ、変わらへんやん。じゃあ行っちゃいましょうか。ちょっと待ってくださいね。何？どうしたの？人間の匂いがします。人の匂いだぞ。人の匂いがしますよ。人の匂いが。なんだと？人の匂いがプンプンしおるではないか。しおるのだよ、超。やばいやばいやばい。よし、じゃあ人間の匂いが、あ、やばい、マリクが、マリクが、マリクが、やばい、よし、あ、あれ、人間の姿がない。せーの、見つけたぞ。はい、マジかよ、マジもう残念であったな。5分前です。ちょっと待って、それ待って、お前つけろ、お前逆目だ。
けてるよ。泣きないわよし、3分前。では、まあ考え時なんだよね。どうしようかな。これで捕まえたら男の子が罰ゲームになる。で、みなつちゃん的にはどっちがいい？男の人が罰ゲームになるか、女の人が罰ゲームになるか。くらちゃんの方見てみたい。ああ、いいね。じゃあ捕まえるか。男から捕まえよう。男から。男から。ね、さくらちゃん以外を捕まえよう。おー、ちょっと待って。ちょっと待ってくださいよ。待ってください。ちょっと待ってください。せっかくがあるんで、決定です。なんかまあ、関さんのマルチに行くんで、まあ、男の人がいいってなったんですけど、みなすちゃんがちょっとさくらちゃんのが見たいなみたいな罰ゲーム見たい、確かにって言ったんで、この後さくらちゃんを捕まえれば、うん、完璧です。あと2分だからだからちょっとゲリゲリまでこうやって踊らせてじゃあよろしくお願いします。お願いします。はい人間とは見にくいでございます。踊ってみたの動画などこの後もねたくさん続きますんで、皆さんこちらの方もぜひぜひ